いい作戦でしょ。我慢せい、もう少しじゃ。無駄だ、球場ついた。毒がなくともそいつはもうじき死ぬ。医療忍術での応急処置はすでに終えた。わしが今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。そもそもこれはお前のために長年かけ編み出したわしだけの術じゃ。この術があれば傀儡にすら命を吹き込むことができる。くだらねえな。いつからボケた、ババア。もうじき動かなくなる。その前に俺も無駄なことを一つしてやろう。俺を倒した褒美だ。草隠れの里にある天地教に10日後の真昼に行け。オロチマルの部下に俺のスパイがいる。そこでそいつと落ち合うことに。Thank you.
諦めねえど根性だ。そういうわけね。五風結界を破るには最一班だけでは破ることができ、札を剥がした者のコピーを、結界への侵入を、結界には周到に保険。でも関心ばかりもしてられないのよね。同じ姿、同じ力、使ってくる術まで同じとは。絶対火影になってやる。見てろよ。諦めねえど根性だ。絶対火影になってやる。見てろよ。
諦めねえ。私はもう昔の私じゃない。俺なんか相手にしてていいのか？ん？言っちゃなんだが、サソリの旦那はあんな小娘とババアできればナルトと差しでやり合いたいというわけか。五階の一人、風。先生は、さくらちゃんの方へ行って。さっき中から聞こえてきたものは、すでに先。サソリの旦那が中の連中を始末するのも実況。ナルト、待て！たく。おかげになってやる。見てろよ。Heck!
の勝負負けられない。諦めねえど根性だ。くそ、さくら、ジオバ様。つってえに来てるな。しっかオイラもついてる。2匹も陣中。逃がすか。待て、ナト。サクラたちから離れすぎたな。しかもこれ以上離れると無線が外班と連絡が取れなくなる。急がないと。こりゃちんたらしてられないな。絶対火影になってやる。見てろよ。勝負負けられない。
反撃をシャリンガン。なんだこれは。同術。しまった。出を空間ごと。なんて術だ。外した。まだ結界空間の位置と大きさがうまくコントロールできないか。振り切れたか。螺旋丸。作戦でしょ。リングを装備して